我が家はなぜ信仰しているのか。助けられた本人である父から聞かされた話を通して、教えを子供に伝える大切さをお説きくださるのは、天理教川口町分教会長、小川和夫先生です。こんにちは、小川でございます。私たちには、産んでくれて育ててくれた親がおります。生みの親、育ての親です。さらに、作ってくれて生かしてくれている親がおります。命の親、親神様です。難しい病気や困った事情などで悩み苦しんでいるときに、お道の人から声をかけられて親神様を知り、その思いに沿って生きて行こうと決心したときが入信の元一日です。お道を信仰している家庭では、その家の信仰の初代の人は、人間の力ではどうにもならないところを神様に助けていただいたりしていますので、大きな感激があり、信仰にも熱が入って勤めてこられました。そうした信仰に熱心な家庭でも、2代、3代、子や孫の代になると、うっかりすると形だけの信仰に流されたり、中には親が信仰していたからってなんで私まで信仰しなければならないんだというような人もいるかもしれません。実は私がそうでした、ね、ある日我が家はなんで信仰しているのかということを父親から聞かされ、びっくりしました。私の父は感染症からこのお道に入信しています。当時の感染症は肺結核です。昭和20年代までは結核は日本人の死亡原因の第1位でした。薬がなくて治らない病、死の病と恐れられていました。父の母親、私の祖母ですが、39歳という若さで肺結核で亡くなっています。私の父は18歳で肺結核になりました。結核という病気は、親から子へと遺伝する病気ではないのですが、感染しやすい体質は受け継ぐのかもしれません。ある日、父が外へ出ると、近所の天理教のおばさんに声をかけられました。あんた、胸でも患ってんじゃないかい？痩せ細って青い顔して、5本5本咳していたら、ほとんど肺結核だったのです。そうなんです。毎日微熱があって、胸が苦しいんです。そうだろうな。だけどあんた、死んでしまったら、すべてが終わりだと思ったら、大間違いだよ。体は借り物だから、神様にお返しするが、魂は生き通りなんだよ。出直して生まれ変わってくるんだよ。今そのまま死んでしまったら、生まれ変わっても年頃になると、また同じ病気で苦しむようになるんだよ。初めて聞く天理教の話に、18歳の父はびっくりしてしまった。運悪く伝染病にかかってしまって若くして死ななければならないのは本当に残念なことだけれど治らない病気だから仕方ない。死んでしまったら全てが終わりだと思っていたのに生まれ変わってきても
また同じ病気で苦しむようになるよ、というのに驚いたんです。ああ、もう二度とこのような病気で苦しみたくない、と思った父は、では、どうしたら今度生まれてくるときにこのような病気にならないで済むんでしょうか、と尋ねたのです。すると天理教のおばさんが、そうだな。あんた、あと、三月生きられるか、半年生きられるかわからないけれど、この世にいる間、神様の御用をして、少しでも悪い運命を変えていただくんだね、とおっしゃった。それから毎朝、教会の朝勤めに参拝しました。ところが、父の父親、私の祖父ですが、天理教に大反対したのです。私の祖父は天理教のことは何も知りません。当時の新聞が天理教のあることないことを悪く書いていましたので反対しただけなんです。ある時父が、お父さん、僕は医者にかけてもらえない。天理教もダメだと言うんでしたら、僕は助かる道がないじゃないですか。せめて天理教だけは行かせてください。と頼んだんです。それでも頑固じいさんは、ダメだダメだの一点張りだったのです。だから信仰するのが大変だったんです。父は、建具を作る仕事をしていたのですが、そういう労働はできなくなり、近くにあった鉛筆工場から仕上がりの悪い鉛筆を預かってきて、削り直しをしました。このくらいの仕事なら小さいカンナを持って、ね、座ったままできる。12本が1ダース、12ダースが144本で1グロス。1グロス削り直すと鉛筆工場へ持って行き、わずかばかりのお金をいただく。内職ですから安いんです。そしてもらったお金を教会へ持って行って、人助けの御用に使っていただこうと、全部神様にお供えしました。そして神様、次の1グロスも無事に削り直しができますようにお守りください。とお願いする。毎日その繰り返しをしていました。欲を忘れて檜心とありますが、誇りのない清らかな心で命のある限り毎日檜心をさせていただいたのです。そうしていたら、3ヶ月経っても死なない。半年経っても死なない。反対に少し体が良くなってきたんです。誇りさえ好きやかはろうたことならば、あとは珍しい助けするぞや、との神様のお言葉があります。病気を治してくださいとはお願いしていないんです。内職で働いたわずかばかりのお金を神様の御用に使っていただきたい、人助けの御用に使っていただきたいとお供えしただけです。でもその心を神様が大きく受け取ってくださって寿命を延ばしてくださったのです。子供が一つ二つ努力すれば、神様が親心の上から八つも九つも足してくださったのでしょう。どんなに因縁が悪くても、世界中一人残らず助けたいとの大きな親心をおかけくださったのでしょう。三神楽歌に、やむほど辛いことはない。
わしもこれからヒノキ神とありますが、健康な時でも、未情や事情で苦しい時でも、報恩感謝のヒノキ神をさせていただきたいですね。父が入信して半年くらい経ったある日のこと、天理教のおばさんが、あんた、今度本部へ帰って、別席という神様のお話を聞かせてもらいなさい、とおっしゃった。さあ、大変だ。教会くらいなら、天理教に反対する父親に隠れて参拝することもできましたが、おじば帰りとなったら、団体列車で一週間もかかるので、父親に内緒で行くことはできない。父親の機嫌の良い時を見計らって、思い切って言い出したんです。お父さん、お願いがあるんです。何だと?と言われてドキドキしてしまった。天理教の本部へお参りしたいんです。何?本部へお参りしたいんです。いくらいるんだ?はい。5円かかるんです。そうか。じゃあ、これ持って行け。と、5円くれたのです。神様が働いて奇跡が起こったのです。そして初めてのおじば帰り。おじばで聞かせていただく親様のお話。別席を5席運んで感激して帰ってきました。病気も少しずつ回復して仕事もできるようになり、結婚して子供が次から次へと授かり、5番目の末っ子が私です。私は高等学校を卒業して、家で建具の作り方を父に教えてもらうようになりました。私の父は1日の仕事が終わると晩酌をするのが楽しみでした。お酒を飲みながら、私に同じ話を聞かせるのです。今申し上げた話なんです。ね、お父さんはな、18歳で命のないところを神様に助けてもらって、あれから50年になるけれど、今が一番幸せだよ。若い時は苦しいだけだった。年を取るに従ってだんだん元気になった。お父さんが50年お道を通ったからといって、神様に受け取ってもらえるほどの大した務めもできてないよ。このくらいで我が家の悪い因縁がすっかり切れてしまうものではない。今お前たち兄弟は皆元気だけれども、神様が親心の上から大負けに負けてくれているんだよ。だからお前もしっかりお道を通るんだよ。この同じ話を毎晩聞かされました。話が始まり出すと、お父さん、もうその話幾度も聞いたよ。と私が言うと、お前はそういうことを言う。親の話は大切な話だから、幾度聞いても初めて聞くような気持ちで、相槌を打ちながら聞くようじゃなければダメだ、と言われた。幾度も聞かされるくどい話ではあるけれど、私はその中に素晴らしいものを感じました。命のないところを神様に助けていただいた。ということは事実です。現に目の前に父が生きているんですから。そして、助けられた喜びをくどいほど喋らせている天理教。
僕は天理教の教えは知らないけれど、これはすごいと感じました。僕もこれからの人生で困ったことがあったら天理教に入ろう。だって命のないところでも助かるのだから、どんな悩みでも天理教で解決できないものはないんだ。そういう信念を持てるようになりました。その後、私もいろいろありまして、建具職人を辞めて、天理教の教えを学ぶために、おじばの天理教校専修科という学校で学生生活を送り、卒業後は天理教の布教師になり、今日までこの道一筋で通らせていただいております。私の父がお道で助けていただき、そこからつながる私たちが助けていただいているのも、そのもとは、あんた、胸でも患ってんじゃないかい?との一言が、一声があったればこそです。不況です。一言の匂いがけは人の運命を変えると言います。助けてもらっている私たちは、神様へのご恩返しから、病んでいる人、悩んでいる人に声をかける養木になりたいと思います。そしてもう一つ、父が私に、我が家は何で信仰しているのか、ということをしっかり話して聞かせ、信仰の喜びを伝え、教会の行事などに参加するように私を仕向けてくれました。盾の伝道です。布教によって父が助けられ、盾の伝道によって私に信仰が伝わり、私も親様の教えを人に伝えるような養木になりました。横の布教と縦の伝道は、陽気暮らし世界へ向かう車の両輪のようなものです。私たち養木は、身近な人からお道の声をかけ、また我が子や孫に、我が家は何で信仰しているのか、ということを通して信仰の喜びをしっかり伝えましょう。お聞きくださりありがとうございます。